神風連の乱は、1876年に、熊本区で起こった、明治政府に対する氏族反乱。慶新党の乱とも言う。1876年10月24日に、旧非ご藩の氏族、大田黒友、茅政権、斎藤久座ブローラ約170名によって、結成された慶新党により、配当令への反対運動として起こされた。この慶神党が、 反対派から、神風連と戯れ称されていたため、神風連の乱の名がある。慶神党は、旧日ご飯士族の三大派閥の一つであった、金納党の一派である。日ご飯では、教育方針をめぐり三派閥に分かれており、藩校での趣子学教育を中心とする学校等、横井将蘭らが提唱した教育と政治の結びつきを、 重視する、実学党、林桜園を外する国学、神道を基本とした教育を重視する、金労党が存在した。金労党のうち、明治政府への強い不満を抱く、構成員により、慶新党が結成された。1876年10月24日、深夜、慶新党が各隊に分かれて、熊本賃代司令官、種田正明宅、熊本県令、 安岡良介宅を襲撃し、種田,田、安岡ほか、県庁役人に4名を殺害した。その後、全員で政府軍の熊本賃大を襲撃し、城内にいた兵士らを次々と殺害し、砲兵衛を制圧した。しかし翌朝になると、政府軍側では、小玉玄太郎ら将校が駆けつけ、その指揮下で体制を立て直し、本格的な反撃を開始。かや、 斎藤らは、銃撃を受け死亡し、首謀者の太田黒も銃撃を受けて、重傷を負い、付近の民家に避難した後自陣した。指導者を失ったことで、他の者も退却し、多くが自陣した。軽信党側の死者、自陣者は、計124名。残りの約50名は捕獲され、一部は残首された。政府軍側の死者は、約60名、負傷者、 約200名。出力処分や、配当例により、明治政府への不満を暴発させた一部士族による、反乱であり、この事件にこうして同年秋月の乱や萩の乱も、発生し、翌年の西南戦争へとつながる。種田正明邸襲撃、高島持長邸襲撃、横田智美帝襲撃、大田黒惚れの部襲撃、安岡良介帝襲撃、砲兵第六大隊。 襲撃不評第13連隊襲撃熊本城、周辺種田が殺害された際、その場にいた種田の愛称枯渇は負傷しながらも、熊本電信局へ走り、旦那はいけない私派的図と打った電報を、東京の親元に送信した。このエピソードは、短く簡潔かつ的確にまとめることが重要な、電報分隊の恒例として、長野新聞市場に紹介された。その後、 神奈川記録文が脚色したものが一般に広まり、伝報の利用方法や有用性が広まる、きっかけの一つになった。熊本県熊本市中央区黒上には、神風蓮の列士らを合祀する桜山神社が鎮座し、その境内には、神風蓮資料館や、林桜園、宮部定蔵、川上玄祭、神風蓮の列紙123紙の墓などもある。 後一部の関係者に名誉回復としての増位2月11日、大田黒、茅谷、に、聖五位を、追増がなされた。ありがとうございます。